時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由の柱を蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオン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 毛が確かこっちのきれいねなんだそれで朝から草餅なんか作ってたのかこれそうくうがるな餅を届けて挨拶してくればいいんじゃ私苦手なのよねあの人誰なのその人藤原さんっていう遠い親戚のおじさんガラス工芸の職人なんだけど暗いのこれこれお前はこんなちっちゃな時に一度会ったきりじゃろが一人暮らしで何かと不自由しとるはずじゃ餅を届けがてら様子を見てこいへっ邪魔見ろそのまま住み込めよ帰ってこなくてもいいぜほんと嫌なやつここだわ結構覚えてるもんねひーますますボロっちくなったんじゃないのこれだって昔は門の柱だったやつじゃない。ごめんください。式神町の縁の樹宝堂から来ました。千秋です。お留守かな。お庭で待ってて。ぷるる。勝手にお邪魔しますよ。おじちゃん。おじちゃん。遊ぼうよねえおじちゃんってばやれやれ持ち主に似て家も暗いああネジぐらい巻けばいいのにふーん一人暮らしの割に片付いてるわねでも、こんなちょっとの穴も張り替えないところはね。ピュッ！ピュルー！ピュル！パリュッ！パリュッ！ここも、いないと。ん？あそこだけ本が崩れてる。どうしたんだろう？こらこら、チェックしてどうする。藤原さん！いませんか？何？この風は一体？
で仕事中なんじゃない。藤原さん、縁の家の千秋です。よく見えないな。ったくもう、人がはるばる訪ねてきたっていうのにいないのかしら。いい態度だわよね。もう、幻なんかじゃない。そんな、どうして犬神がここに。とにかくばあちゃんに知らせなきゃ。切れてる。落ち着いて、落ち着いて。よし、そうだ、ルルパパに。うるるー、ルルパパー。バルー、これを先ばあちゃんに届けて。お願い。できない。9月2日雨。今日もまた失敗した。私の目指すグラスはこんな形ではない。9月3日明け方から終日雨。午後より頭痛がひどくなる。一体何がダメなのか。私を満足させる美しいグラスなど、結局作ることはできないのではないか。私は未熟者だ。なるほど。ハロー、こちらキリンテンプルのアイドル樹海王将。なんじゃ、大姉様か。なんと、相分かった。幸いジープは修繕済みじゃ。
9月4日晴れ。今日もまた失敗。光沢は出たが曲線がまるでダメだ。一つでいい、たった一つでいいのだ。私が目指しているのは究極のグラス、それ一つで。問題は分かっている。窯出ししたグラスが冷えるまでの時間があまりにも短いのだ。だがそうは言っても。9月5日曇り、昨日だわ。夕刻、土蔵にしまった資料を探しに行く。不思議な古い箱を見つけ書斎に持ち帰る。箱？あ、相当古い箱だ。終わりだわ。箱の中の身が額にめり込んでから、おお、早く工房へ。まさか藤原さん。千秋、人間はな、長い間火を見てると妙な気分になってくる。あの火の中はどれくらい熱いんだろうとか。藤原さん、どこなの、おじさん。お前は千秋じゃないか。今仕事中だ。遊んでやる暇はない。藤原さん、そんな。邪魔をすんな。ここならガラスは永久に冷えない。存分に腕が震えるんだ。おじさん、もう少し待ってやれ娘。なんてことするのよ。誤解されては困る。全てはその男が自ら選択したのだ。カルマの実はその男の望みを叶えるために貸しただけ。実が熟すまでにお前を始末してもよいな。もうすぐだ、もうすぐ完成する。もう一息だ。千秋が、おのれ、クリバ行くぞ。はい。ペルパー。今行くぞ千秋。相変わらず役に立たないわね。結界じゃ。だから前期を呼べなかったんだ。どうするの？あのバカ、世話焼かせやがって。おお、前期殿、何か良い策が。ねえよ。ここは僕が。下がって。援軍のご到着か。だがもはや手遅れだ。敵将、敵将の千秋、これが究極のグラスだ。素晴らしいだろ。やめて、おじさん、助けて。千秋、ゴキ、守護鬼神ゴキ、天将降臨、守護先行。ゼンキ、早く中へ。ああ、結界の向こうからカルマの実のいい匂いがしてくるぜ。ちょうどよい。お前の鬼神がカルマ獣を倒すまでゆっくりと見物させてもらうとしよう。
なんと、カルマ銃だと。犬神を倒すべく馳せ参じてみれば、代わりにカルマ銃がおるではないか。犬神はどこ？マスター、早く前期を。早くしやがれ。我に送る真の呪縛、奇獣の刃抜け空城さん。武器となりて我に力を与えたまえ。時の覇者よ、金剛勇よ。行くぞ金剛府。前期ここに剣臨。超奇心力バジュラマハル、サムスカーラ、ゴダイ、超奇心前期雷光昇臨、いくぜ。どう、てめえ前期じゃあ暴れやがれ。あの男がカルマ銃になってしもうたのか。マサ、大丈夫か。藤原さん、カルマの実もらった。犬の実。わっしゃい、渡さねえ。オーマイガー、ちっとも役に立たん本じゃ。弟子として恥ずかしい。これぞ国帝が食するにふさわしい最高のカルマ。ではいずれまた。三重圧倒、電球頭、打球頭。くそ、クリマンの恨みは忘れねえぞ。ルルパパ、偉かったわね、ありがとう。大丈夫ですか、藤原さん。千秋か、無事で何よりじゃった。縁の馬場様。あ、どうして。いいんだ、これでいいんだよ。それから何日かして、藤原さんからお礼の手紙が来ました。そこにはあの日記と同じ綺麗な文字でこう書いてありました。千秋、お前のおかげで目が覚めたよ。あれは究極のグラスでも何でもない、ただの欲望のかけらだったんだ。
優しいね。